けましておめでとうございます。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 2021年なわけですよ。はい、せっかく綺麗だったのにね。2020って。そうだね、2021になっちゃいましたよね。はい、と言ってもまだなんですけどね。撮影はまだなんですけど、撮影は年内です。はい、ということで今日はね、お正月にふさわしいものを用意しました。はい、リミちゃん撮ってください。すごい、パミー。大丈夫、パミ出てる。はい、こちらのですね、ヴィレッジヴァンガードの2021年のシングルでございます。はい、じゃあこの福袋はですね、はい、いくらですか、しょうちゃん。この福袋をですね、はい、税込みで3600円です。はい、ですね。今年はなんか 色別かなんかで、うんうんうん、あのいろいろ出てるみたいなんですけど、これは我が家にあるのはレッドです。赤ですね。赤ですね。他には何色があるんですか。ね、黄色とかイエローか、イエローとかブルーとか、ブルー、あとなんだろう。まあネットにいろいろね、ご詳細は出てると思うんですけど、はい、らしいです。はい、はい、それでですね、我が家にあるのはレッドと。はい、我が家はレッドです。まああんまりね、こうなんだろう、調べてから開けちゃうとつまんないので、我が家も何も考えずにもうすぐに開けたいと思います。はい、はい、じゃあ開けましょう。なんかさ、レッドとイエローと青ブルーって言うとさ、うん、戦隊もののさ、そうだね、戦隊もののレッドだね。うん、ありえる。じゃあ開けましょう ね、 イオン入ってるかもね。どうかな、早速ね、1個ずつ開けましょう。ママ、はい、開けられる。開けられるよね、ごめん、レッド。どうした？切ってるよ。ごめん、レッド。切っちゃった。まあ、いいじゃん、いいじゃん。で、僕らちょっと見て、この切れ方。うわー、しほちゃんらしい、ダイナミックな。どうする？ハサミ持ってくる？うん。一つ目。はい。じゃん。なんだろう。お、なにこれ？なにこれ？ブランケット的な。マルチカバーですね。見せてください。こんな感じになってて、マルチカバー、ラマママルチカバーチェック。じゃあ開けてみよう。入れてみましょう、これ、うん、何でもさ、マルチカバーだからソファにかけてもいいし、うん、リミの部屋のソファにかけてもおしゃれかもね。あ、いいかもね、この色合いだし、うん、リミちゃんの部屋に合いそうな色合いじゃない。そうだろう。おばあちゃん、おじいちゃん。え、この紐切っちゃっていい。うん、切っていいよ。ここも切って、あの紙、あの布切んないようね。ここも切って、しほちゃんあるあるだから。私こういうの本当に布も切っちゃうんですよ。ほんとそう、心配なのよ、しほちゃんが。あらまあ、おじいちゃんだわ。なに、おじいちゃんだわ。あ、いいじゃん、いいね。なんかパパの実家の匂いする。それな、木更津の匂いがする。そうなの、木更津のね、うん、ソファーにかかってそうな。どういうこと。木の匂いっていうか、ね、大きいよね、これね。大きいね、うん、あ、でもまあ、まあ、何、テーブルにかけるとこんなイメージでみたいな。マルチだから別に何にね、使ってもいいもんね。はい、はい、私マルチカバーソファーにかけてるし。あ、そうね。はい、じゃあ次行ってみましょう。こんな感じですね。ほんと、じゃあこのまま行きましょう。ほんとパパの実家の匂いですか。ガチで。かけたままじゃないの。え、かけたまま。まあまあいいや、取っちゃったな、それで。はい、はい、じゃあ次行きましょう。なんだこれ。おお、かわいい、見てこの魚。なにこれ。あ、魚なんだ。こいのぼりのスリッパ、うん、え、かわいいじゃん。超かわいいんだけど、うん、見てこの目ね、一回開けてみますね。うん、開けてみましょう。口開いてるよ。口開いてますよ、しほさん。まあ自分じゃ絶対買わないのもいいよね。でもね、こういうのに買ってね。ね。あ、すごい、かかとの部分もなんかすごいことになってるじゃん。こんな感じになってて、うん、ここにね、目がついてて、こんな感じで、かかともなんかね。あ、すごいすごい。こんな。ね。これ。帯みたい、帯。あ、尾びれちゃう。これなん、ベランダで履けそうですね。ベランダ。ベランダ用じゃない、これ。こっちにも目ついてる。ほん
当だ。そうなの。だから一応裏もついてんの。こうなる。裏はついてないね。裏は一応形だけか。こんな感じに、うんうん、へー、履けるという。ベランダで履く。どうこれ、ベランダ用だ。こうした方がはい、じゃあ次行きましょう。はい、あと何入ってるかな。うん、え、何これ。砂だ。あー、あー、リミちゃんの好きそう、うん、固まる砂みたいな。これ昔放ったよね、キネティックサンドね。流行ったっけ。室内で遊ぶさ、あの固まる砂みたいな。リミも持ってたっけ。持ってたよね。でも大掃除の時に処分した。まあ、砂入ってるよ。直に入ってる。直ではない、袋に入ってる、うん、くしー、こんな感じで入ってる。開けてみようか。本当くしー。おお、カチカチになってる。見えるかな。おお、こんな感じで。おお、カチカチ。粘土みたいな感じで。そう、粘土みたいだよね、あれね。うん、ね、くしーよ、それ。くしーの。臭いよだよ、リミ。言葉遣い。リミちゃんの言葉遣いがね、フォートナイト やり始めてから、うん、本当になんか言葉遣いが悪くなって。そう、注意してんだけどね。臭いねだよ、リミ。そう、臭いでー、臭いでー。はい、じゃあ次行きましょう。はい、えー、なにこれ。かわいい。かわいい。かわいい。なんだろう。なんで書いてる。あー、裏見せて。こんな感じだね。あー、そういうことね。パスのケースっていうのかな。パスのケース。大人の皆さんでいう定期入れ。うん、定期入れ。あれ、定期入れって電車乗るときに使うカードみたいなやつ。それそれ。おー、こんな感じで。あー、超かわいいね。ほんとだ、リミのあるじゃん。ヌネちゃん、リミだ、リミ、うん、伸びんな、そ こ伸びます。おお、いい、ね、完璧ですね。完璧です、ね、かわいいじゃん。これ R って書いてあるから、リミちゃん、リミちゃん用じゃない。え、でも紙に R しか書いてないから、紙取れば一応 R じゃなくなります。あ、そうかそうかそうか。はい、まあ、なん誰でも使えるそうです。誰でも使えると。はい。でもすごいね、ちゃんとね、チャックもついてて、なんか小物も入りそうな作りだね。ね、1000円は入れるでしょ。うん、あ、そうね、ちょっとしたお金を入れとくとかも使えそうだね。チャックついてる。そうそうそう、そこにだからお金が入りそうだなと思って。ちっちゃ、裏の口。そこそこ、そう、ここにね、お金がね、入りそうですね。この子怖い。怖い。裏に口ついてる。口じゃないよ。はい、じゃあ次行きましょう。次行きましょう。なんか思ったよりね、いい感じじゃない。え、なんか来たよ、来たよ。え、何これ。なんかなんか来たよ、うちに。なんかティッシュカバー。ティッシュカバー、ティッシュカバー、ユニカバティッシュカバー。へえ、これユニコーンなのか。牛に見えたんだけど。確かに牛じゃないの、ユニコーンなの。牛になんかユニコーンの角がついた感じ。確かに。おー、なるほど。馬にも見えない。馬にも見える。ティッシュカバーだからね。画面から入ってないよ、リミちゃん。顔見せてください、どんな感じ。すごいですね。でね、尻尾。で、尻尾もちゃんとなんかカラフル。うん、ユニコーンっぽい。でもどう見ても推しですよね、これ。ちょっとリミちゃん体勢。ティッシュ入れるとどうなんだろうね。どこれ、どう見ても足はどうなんだろうね。牛ですよね、どう見ても。まあ、面白いものということで。面白いもの。はい。はい、じゃあ次。まだ入ってる？ね。あ、これはもう、今流行りのエコバッグじゃないですか。エコ、街。待って、エコ、街が広い。コンパクトに収納。使い物に使え、買い物に使えて便利。うん、開けてみよう。どれぐらいの大きさなんだろう。まあ、エコバッグはね、ほんとよく使いますからね。そうですね。うん。ああ、まあまあまあ。すごいね、ビレッジバンガードって書いてあるやつね。ね。でも使えそうですね、これは。ね。うん。うん。しまい。しほちゃん持っといたら、あなた。ん？ん？ん？ないでしょ、だって。エコバッグ。ないけど、これ。いいじゃん。ビレッジヴァンガードね、リミ。ビレッジヴァンガード。そう、横折って横折って、そうそうそう。しょうちゃんにいいよね。いい。うん。使えますね。
OK。 まあまあこれもね実用的でいいと思います。はい、じゃあまだあるかな、りみちゃん。これで最後。最後、最後、何でしょう。せーの、おー、でかい。何これ、ライト、赤べこライト。これライトなんだね。だって書いてあるもんね。ちょっと出してみようか。優しいともりって書いてある。優しいともり、面白い。すごい、こんな感じで。おお。開けて、いいの開けるよ、じゃあ。USB 対応だって。あー、そういう感じね。あー、パソコンに刺すって感じね。まあ、パソコンじゃなくてもいいけど、パソコンにも刺せる感じ。パソコンにも刺せる。ちゃんとなんか電源があって。あ、電源ついてんだね。で、ちゃんとなんかこういう感じだね。ひーちゃん、ひーちゃん、ひーちゃん見ちゃおうか。工作はまた後で見せていただけると幸いです。じゃあ光らせた画像はね、またママがこの辺に載せときますので、どうぞこの辺で。またママが光らせたいと思いますのでね。これね、ここ動くと思ったのが動かないわ。そこまでは動かないね。ただなんかライトみたいな感じで、あ、かわいいじゃん。でもいいんじゃない、なんか玄関とかに飾ってめでたそうな感じでね。赤いし、いいですね。首動かないの。そう、動かないの。動きそうだけどね、案外ね。動かなかった。はい、じゃあこれで以上かな。以上。じゃあ一回ね、乗せてみましょうか。乗せてみましょうか。大集合。はい、ということで今回はね、このビレッジヴァンガードのね、2021年の福袋を開けてみました。はーい。はい、ということで。でもいっぱい入ってたよね、3000円にしては。ね、本当に。まあ自分じゃ買わないものもいっぱいあるけど、まあ、それはそれでね、楽しめるにはいいよね。いいですね。面白かった、やっぱり。これからもね、じゃあ、ということで、2021年、皆さんまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。富士山ですか。ということで、それではバイバーイ。バイバーイ。ほんと見た瞬間富士山にしか見えない。確かに。